バスケットボールは好きですか？はい、大好きです。どうも、バスケットマンです。さあ、今日も始まりました。バスケットマンのスニーカーと NBA ということでですね、バスケットマン最近ですね、結構いろいろ買い物しました。まあ、スニーカー以外も結構バスケットボールのね、アパレル買ったりするんですけども、今日はね、ちょっとそれを紹介していきたいなと思いますので、行ってみましょう。レッツティップオフということでですね、最初に紹介するものこちら。はい。はい、ギャラリーさんで買ってきましたよ。早速開けてみたいと思います。はい。出ました出ました、これはいいですよ。最初に紹介するのはこちら。はい、ナイキのナイロンジャケットですね。イエーイ。ということでですね、めちゃくちゃ良くないですか。ナインティースデザインですよ、これ。ほら、後ろにナイキってあって、めちゃくちゃかっこいいっすよ、これ。はい、でこれ実を言うとセットアップなんですね。はい、もちろん下もございますということで、下こちら。はい、ちょっと開けちゃいますね。ベッ、開かねえ、ベッって開かなかったわ、本当に。ね、やっちまきましたよね。ジャンプボールする前にね、こう飛んじゃうみたいなことを今ちょっとやっちゃいましたけども、あれファールですから良くないですよ。はい、ちゃんと開けて、はい、髪もちょっと捨てて、はい、こちら、下、ナイロン。いいっすよね、この感じ、このバスケットボールの感じがいいですよね、これ。はい。めちゃくちゃかっこいいと思います、このセットアップ。もヘビロテですね。もう冬物のねスタメンですよ、こんなの。まあスタメンしか買わないんですけども、実際は当たり前なんですけども、これ上下セットアップでいくないですか。ただね、バスケットマン最近ねちょっと結構筋トレしてまして、上半身ばっか鍛えちゃってるんですけども、もうねサイズ感がちょっとおかしくなってきました。どういうことかと言いますと、こちらね、下僕ね S を買ってるんですよ、これ S なんですけども、この上XL なんですね。そうなんですよ。上半身だけどんどんでかくなっちゃってね、下半身がシュッとしてもうトイレのマークみたくなっちゃってるんですけども、バスケットマン本当に上が XL で下が S ってね、ちょっと前のね、あの 90s のあのマグジーボークスとマヌートボールが一緒のチームにいるみたいな。でマヌートボールはちょっと高すぎね、3メートル確か30ちょっとありましたよね。だからまあ XL だから、マルトボールだったらね、トリプル XL とか、あれ、クワルトブル XL みたいな感じになっちゃう。XL ぐらいだから、まあ、マグジーボーグスと、まあ、ラリー・ジョンソン、あの、フューチャーブルーズと言われたホーネッツですね。あの、マグジーボーグス、ラリー・ジョンソン、アロンゾ・モーニング、このね、あの、トリオでね、次世代のブルーズになるんじゃないかって言われて、速攻で崩壊してしまったフューチャーブルーズのマグジーボーグスと、まあ、ラリー・ジョンソンぐらいのサイズ感でございますよ。下が、もちろんマグジーボーグス、上がラリー・ジョンソン。ちょっとマヌートボールは言い過ぎましたわ。はい。ということでね、こいつね、すげえかっこいいと思うんですよ。ただこれ、いろんな色出てまして、まあ、赤、青、黒、あとね、白もあるんですよ。で、実を言うと、日本で出てるのはこの黒バージョンと白バージョンしかなくて、じゃあ赤と青はどこで売ってるのか。そうなんです、渋谷の、ヒップホップの店、あの有名なあそこで青と赤も売ってるんですよ。ただ値段が全然違くて、これギャラリーさんの方が全然安かったんで、まあ、ちょっとあの黒だけ購入したんですけども、これめちゃくちゃいいですよ、マジで本当に。まあ、ちょっとお金に余裕があればね、赤と青も買ってやろうかなと思ってます。まあ、皆さんご存知の通り、バスケットマンあるあるでありますよ。気に入ったものがあるとね、色違いを買ってしまうという、このバスケットマンあるある。だからお金に余裕があればそちらも手出していこうかなと思いますけども、まだ買ってるんですよ。次に紹介するのはこちら。はい、でん、はい、セーラムのデニス・ロッドマン T シャツ、イエーイ。ということでですね、あれ、これどっかで見たことねえかみたいな。そうなんです、これ色違い持ってるんですよ、灰色持ってるんです。はい、バスケットマンあるある、赤も買っちゃうんですよね、色違い。まあホーム&アウェイみたいなもんですよ、どっちがホームでどっちが。僕にとってホーム&アウェイはないんですけども、まあね、 NBA とかねチームでホーム&アウェイあるんで、はい、まあそんな感じでね買っちゃいました、デニス・ロドマン T シャツということで。まあね、やっぱりね、これからね、エアワームとかもしかしたら復刻するかもしれないですし、まあ、シェイクインディストラクトもね、あった通り、やっぱああいうのにはね、ちゃんとね、ロドマン合わせたいですよね。パロディ T シャツではなくて、ちゃんとね、このオフィシャルのね、90sのね、まあ、セーラム社、NBA オフィシャルなので、こういうのをね、合わせたらいいかなと思っております。まあ、ロドマン自体はね、じゃあなぜちょっとうんちくでも語りましょう。ロドマン、バスケットマン、ロドマンのうんちく語りますよ。はい。ってことで、ロドマンはなぜリバウンドに執着したのかつ話なんですけども、はい、当時入ったのはデトロイトピストンズですね。デトロイトピストンズ当時はですね、アイザイア・トマス、ジョー・ドゥマス、ジョン・サリー、あとリック・マホンかな、いたんで、そうそうたるメンバーがいたんですよ。でこのメンバーを見たら、俺は点を取る必要はなかったっていう風にロドマンは言ってます、著者が出ております。なのでディフェンスとリバウンド、僕はこれを頑張ることにしたと。そう、このメンツを見たら俺は点を取る必要はねえぜ。これでここからロドマン あのディフェンスとリバウンドの伝説が始まるんですよ。そう、リバウンドを制するものは
ということなんですよ。はい、僕もねちょっと頑張って YouTube の世界を制したいなと思いますが、なかなか難しいですね。ただね、スニーカーとね、あの NBA では NBA のチャンネルで出会ったらちょっとでかくなってほしいなって気持ちを持ちながらですね、ちょっとお話しさせていただきました。はい、ということでね、まだあるんですよ、バスケットマン買いましたよ。こっちが一番やばい。はい、ということでバスケットマンね、 冬に向けて買いました。はい、次に紹介するのこちら、デンと、はい、来ました。はい、これちょっと古着なんですけども、でも程度がめちゃくちゃいいな。まあ見たらわかると思うんですけども、はい、ドリームチームということでね、1992年バルセロナオリンピックアメリカ代表パーカーでございますよ。ドリームチームって書いてある。なぜアメリカ代表バルセロナってわかるんだ、バスケットマン。わかるんですよ、ここにね書いてあるんですよ。一応戦歴が出てまして、はい、ここね、まあ当時戦った相手、まあ簡単に言うとアンゴラちょっと見えねえな、まあ、アンゴラ、一応書いたんですよ、あの勝敗がね。まあ、これ、ここのね、ジョーダンのジャージの裏側にも勝敗書いてあって、まあ、そのと、これと時に出た時のやつですね。はい。まあ、当時のではないです。多分これも復刻だと思うんですよね。はい。な感じで。で、これめちゃくちゃいいです、アメリカ代表。今ね、アメリカ代表モデル、ミッチェランですが、めちゃくちゃ復刻させてるんですよ。だから、ね、僕もね、どうしても欲しいんですけど、ミッチェランですの、1992年のバーセロナオリンピックのモデルは高い。そう、すげえ高いんですよ。2万後半するんですよ、ジャージで。だからちょっとね、昔のものを漁ってね、まあ、安ければ、これ安かったら3000円ですからね。はい。このクオリティで3000円なんて、もうめちゃくちゃいいですよ。なんでね、まあ余裕があればなんですけど、ちょっとね、現行のも買いたいなと思っております。ということでね、ちょっと、アメリカ代表のお話でもしましょうか。そうなんです。はい。アメリカ代表。まあ、今回、アメリカ代表負けましたね。史上最低の7位という結果に終わった。はい。ってことは、どういうことかというと、はい。皆さんね、次々にスーパースターが声明上げてますよ。東京オリンピック出るよ。言ってます。ステフィン・カリー、クレイ・トンプソン、ダミアン・リラード、多分レブロン、アンソニー・デイビス、僕来ると思いますね。だから今回本気で来ると思います。だから、まあ、ね、どれぐらい本気かって言ったら2008年の北京オリンピックかな。その時ぐらい本気で来るんじゃないかな。まあ、一回2004年で負けてて、で、当時のオールスターメンバーをうわーって入れた、コービー、デュエイン・ウェイド、まあ、レブロン・カーメロ、クリス・ボッシュ、ドワイト・ハワードみたいなね、あの時ぐらいの勢いで来ると僕は思っております。はい、ということでね、まあね、1992年のバルセロナオリンピックが一番強いんじゃねえかみたいな感じになってますけども、まあ多分そうだと思います。僕1992年と2008年がいい勝負するんじゃないかなと思ってます。ただバスケットマン一番好きなアメリカ代表の、時はいつか、はい、僕が一番好きなアメリカ代表は1994年、トロントで行われた世界選手権のアメリカ代表、通称ドリームチーム2、これが一番僕好きなんですね。やっぱね、当時の若手でね、イケイケで荒くれたプレーをする奴らが揃ってたんですよ。デリック・コールマン、アロンゾ・モーニング、シャキル・オニール、ラリー・ジョンソン、ショーン・ケンプ、ケビン・ジョンソン。で、あそこで堅実なプレーしてたのは、ジョー・ディマースとマーク・プライスぐらいで、あ、ダン・マーリーか。それぐらいで、あとはもう結構荒々しかった。もうね、プレー見たらわかると思うんですけど、でも無理やりでもダンク行くし、いろんなとこからスリーポイント、まあダン・マーリーなんですけども、やったりとかするんで、ぜひね、機会があったら、多分 YouTube に上がってると思うんで、1994年のアメリカ代表のプレーを見てみると、結構ね、ちょっとワクワクするんじゃないかなと思ってます。当時のあのスーパースターたちの若かりし頃が出てますんで。ということでね、バスケットマン、今日はこの辺で失礼いたします。今日紹介したものは、最近買ったものでした。